ていることに大変感謝していますし、私たちの言います。では次は教育現場から、希望の花開くというコーナーに行きます。本日お話をしていただくのは、今のポスターですね、作ってくださっている、イラストレーターの皆さんですが、皆さんですね、いろんなところでボランティアをしながら、そしてもう一度勉強したいという気持ちを心に秘めた方、本当にたくさんいらっしゃるようです。そういう人たちが夢を叶えて生活に戻る、そんな姿をこれからご紹介したいと思います。私たち土井大学の方では、さまざまな学会に出席したり、海外からの、有名な研究者の皆様をお招きしたりして、講演会を開いたり、学会を催したりしていますが、宗教に宗教の、学科をに関してみれば、こちらはですね、インジュ同士の国際学術会ということで、土井が主催している、そちらでは土井医療の医療と、人文を融合、した。そういう革新的な、医療を進めている、またそういう考えを持った人々の交流を目指しています。ハーバード大学、カース、シションの主催による学会、少女の師父にもご協力をいただいています。こちらインジュン同士ですね、台湾で仏教を広めていらっしゃった方であり、私たち土井の諸言法師の師匠でもいらっしゃいます。私たちは尊敬の意味を込めてインジュン同士と、お呼びしています。林、他のいろんな学会、他の仏教団体参加していただいて、このような記念講演、学会には本当にたくさんの方が参加して、さまざまな考えをしょさっています。宗教だけでなく医療の関係も行われています。そのような学会を通じて、皆様にこの土井宗門に触れていただき、理解を深めてもらうように努めております。講演の後の交流会でも、和やかな雰囲気の中で皆様との国際交流を深めております。このように感想文が届いていますが、これも台湾だけではなく、さまざまな国、中国、アメリカ、香港、いろんな方が感想を寄せてくださっています。そういう方が聞いてくださっているということが、私たちにとってとても励みであり、そういう人たちからこの高尾のオンライン勉強会が本当に、素晴らしいですねという励ましをいただいています。この勉強会での分かち合いを通じて、土井の活動、土井の活動が本当にさまざまな分野に及んでいること、そして
本当に、ケアを受けている人だけでなく、こういう教育の面でも影響を、大変大きな影響を及ぼしているということが分かると思います。我们实业家也来相挺，你看，因为我们就想，我觉得我听了美丽师姐的故事，我就是一直突然在想，美丽师姐がたくさんの方に紹介してくださり、広めてくださっています。親子のつながり、そして親戚、あるいは縁のない仏法によって、縁によって出会うことのできた、法縁者と私たちは、呼んでいますが、そういう人たち、みんなが仲良くこの土の活動の中で、愛、そういうことがドラマになったやテレビの、ドラマ劇場の中で皆さんにお見せすることができています。はい、先ほどドラマの場面の一部でした。はい、そうですね、なんか昨日論文の試験があって、それが無事に終わったという報告もありました。はい、ではこれからご紹介したいと思います。宗教と研究所と銘打っていますが、台湾でいう研究所というのは日本でいう大学院にあたります。今画面では、失礼しました、ウクライナ、ロシアとの戦争の場面、そしてそこに、国連をはじめとして土が参加できる国際会議の中で、土がこのような学会を催していること、そして土の活動が SDGs17 の目標に SDGs17 の目標と大変手をつなぐことができるということを、執行所をはじめたくさんの師父の方、発表してくださっています。はい、ダイヤテレビのニュースの模様を今画面で映しております。はい、その中にはもちろん、大学院長でいらっしゃいます林先生の話も、書かすことはできないです。そしてたくさんの学会、土医療事業の執行長でいらっしゃる林先生もこの学会で発表していらっしゃいます。宗教だけでなく人生をという、命の教育から、私たちは学術の世界でいますという林先生のお話でした。貧しい生活という苦しみから、脱出してダイヤに満ちた人生を歩んでいくために、その共通の目標を持って、スリランカの、大使でいらっしゃいます。チャンディマ大使をお迎えしてお話を聞くことができました。台湾の、土大学宗教と自分研究所の林先生のお話ですが、海外の仏教系の大学とこのような交流ができることは大変有意義だと考えています。
面，让我们看见、遇见更多哈。那这个是我们的同学，他今天虽然没有来，但是我知道后面有。こちらは江野光さんという方ですが、まあ、もちろん私たちの数値であります。那这是来自美国。那我们看到。はい、この講演を聞いて感銘を受けたそうです。仏教の経典の、威力といいますか。その意味をに触れることができたそうです。会場にも生徒の皆さん、たくさん来ていただいているんですが、こちらは37年前にですね、交通事故で、半身が不随になった方をケアしながら、まあ、自分で作った歌をもう一度演奏したり、まあ、歌ってみませんかとお勧めしたら、まあ、自分で興味を示し、もうできないと思っていたことが、まあ、歌を歌うこと、ギターを弾くこと、少しずつそこに取り組むようになったそうです。では愛言葉でお迎えしましょう。私はあなたと一緒にいたい。あなたにはプラスのエネルギーがあるから。は、貴重です。本当にご自身に今日はここに来ていただきました。本当に感激しています。本当にずっとここに来てくださいという、いつ来ていただけますかという話を続けてきましたが、やっと実現しました。本当にあの臨床長としてですね、とても温かい気持ちになるんです。ずっとあなたを見ているとですね、カメラの方からカメラに映ってしまいますので、先生は、まあ、太極拳をされるということですか。まあ、そういうことから興味が始まる方もいらっしゃるということで、まあ、そこから仏教や信仰への興味が始まり、それを極めていくという学術的な研究を進めてらっしゃる方というのは、本当に、独特の雰囲気があり、とても人間の福を感じるものです。用掌声大小让我知道他们有微笑吗？有。この、微笑み、まあ、学問の微笑みと言いましょうか、ここにいらっしゃる学生の皆さんも本当に落ち着いた学問をたたえた微笑みをしていらっしゃるというように私には見ました。最初に連署長にご紹介いただきますが、お話をいただいて、その後に学生の皆さん順番にこの大学院での勉強の様子を紹介してくださるということで、大変楽しみにしています。ではよろしくお願いします。明雲先生、ありがとうございました。諸言法師、そして少女の師父の皆様、世界中のボランティアの皆様、会場にお越しの皆様、こんにちは。本当に私が出たニュースの画面などを探してくださり、丁寧な指導をいただきまして、本当にありがとうございます。私のこの大学で主催している学会ですが、
医療関係の方も、先ほどご紹介したようにしてくださっています。そして私たちの学生というのは土井大学の、いとくパパという学生サポートをしてくださっている、ボランティアの皆さんもたくさんいらっしゃいます。土井の活動はいつもみんなで一緒に協力するということが原則ですが、私はここに今日会場に来ることができて、皆さんに実際にお会いすることができて、本当になんかこの雰囲気が違うということを感じました。この皆さんに実際にお会いするという、お会いすることができるという、私たちの視聴者の皆さんに実際に会うというこの場面は本当特別な感激があるものですね。ここで得た感激、ここで得た知識を皆さんが、お帰りになって分かち合う、それを考えただけでも私は、来た甲斐があったと考えています、この画面をどうぞご覧ください。これは胸像劇の画面ですが、土はたくさんの物語があります。美しく禅の心があふれる話です。そしてそれらを私は学術的な言葉で、学術の面から研究するということで、私たちの世界を紹介したいと思います。学術界での表現というのは、また皆さんがお話しになる言葉とは違っているものですが、そういうことが世界とつながっていくことにつながります。土井大学宗教と人文研究所という大学院は今年で、禅宗に禅学という学問があるように、土井宗教、土井教には土井学という学問があっていいはずだという星様の考えをから始まりました。ですから今、私は星様がこの世におられる時代に星様の教えを受けたのですから、少女のお弟子さんは初代のお弟子さんということになります。そして私たちは今その土井学を学ぶということは、土井の研究の先駆けとなるわけです。私たちの学生さんは一緒に研究、その研究を先駆けとなって進めてくださっています。そしてその宗教の門を広く開いていくことになります。すでに博士号を取られた方もいらっしゃいますし、他の大学に、教鞭を取られ退職された人教授としてここにいらっしゃって、他の学校で修士を収めた方がここに来られて、もう一度学ぶということもできます。台湾全土以外にも海外にも門と開いていますので、さまざまな国籍を持った方が学生として一緒に勉学に励んでいます。学校の環境はとても静かで落ち着いていますので、勉強に集中することも、保証です。学生の皆さんは自然と土井文学の薫陶という環境の中で人徳を磨き、人文に通じた学者となることを目指していらっしゃいます。教師陣も専門家を揃っていますので、単位は30単位ですけれども、その後論文の高等試験に合格すれば修士の学位が与えられます。から直接無料義教の
概念を教わり、その内容を深めていくことができます。個人的にたくさん活動をして、それらに参加する機会も、開かれています。一番下のメール先生というお借りしていますが、そのような、たくさんの活動を、している先生でいらっしゃいます。はい、ここですね、土学教学研究センターというところですが、今年土大学と土科技大学が、一つにまとまることになりました。で、2つの大学にいた学生が一緒に学べるように、この研究センターというのが正式に作られました。そちらは大変蔵書が豊富で、お迎えして研究を一緒に分かち合うことを目的としています。皆さんにも活用してもらえることと考えています。私たちの宗教研究所ではありますが、大変活気に満ちています。バテナムや東南アジアの仏教の研究者との交流も大変盛んです。少女の師父の皆さんとも来ていただいています。こちらは、インドですね、ナーランダ大学というのができているんですが、そちらの総院院長兼仏教学科の主任の奈良先生、パーリ語の仏典を詳しく研究している方ですね、あるいはスリランカのガンマンダ大学創立者、先ほど画面に出ていましたチャンディーマー大使なども参加して講演をしてくださっています。その宗教の、経典や、理論ということにとどまらず、ベジタリアンという、菜食を観の面からベジタリアンの科学的研究と人文に関する論述というテーマで開催したりしています。宗教大学の国際的な交流を支えにしながら、このように、クラスではですね、これはタロコン峡谷でのマラソン、あるいはジョギング早歩きなどのサークルもありますので、そういう学生の活動ということでいろんなサークルに参加することもできます。一番大変なのは論文を書くこと、そういう活動に参加してそれを報告書を書くこと、本当にその書くということが加わると大変、自分ね、ストレスに感じるものですが、皆さんは大学院というとそういう、書くこと、まとめるなというふうに、敷居が高く感じている人はいらっしゃると思います。ですが、そのような、難しいと思ってできるようになる、それが
はい、私たちのクラスで、ですから、皆さんはボランティアをする方が、大学院に進んでいることよりも、なんか簡単に思っていらっしゃるかもしれません。まさにそうかもしれません。ですが、私たちは先生と生徒でこのように仲良く勉強する、いつもおもつまじい雰囲気の中で、争うこともない環境に切磋琢磨しながら学び合っています。このような雰囲気の中にいますと、書きたいという気持ちも起こってくると思います。このように、活動と授業だけではなくですね、伊藤くママですね、学生サポートをしてくださっている皆さんを一緒に新入生歓迎会を開催しています。私たちの大学院は世界中から学生が集まっていますので、私がこのように、紹介するだけではその皆さんに お伝えするのは役不足だと思いますので、今日は私の学生にたくさん来ていただいていますので、直接学生の方から、はい、いろいろと紹介していただきたいと思います。どうぞ皆さん舞台に上がってください。こんにちは。私は宗教と人文の研究所、大学院に在学しています、シャと申します。私たちの大学院はですね、3つの世代が同居しているような感じですが、では皆お聞きの方、証言方針にご挨拶をしたいと思います。皆さんこんにちは。私たちは土地大学宗教と人文研究所の学生です。私たちはボランティアを実際の学術研究を続けるという学術の面で両方で仏教の道を進んでいます。ではまず、ここに来ていただいた1998年に入学した方、朝来てらっしゃったんですが、なんか仕事に行かれたという、そういう人もいますね。はい、林碧炎先生、はい、だんだん1年生、2年生、3年生ということで、今手を挙げていただいています。2020年になると、だんだん人数が増えますね。2022年、昨年入った方もいらっしゃいます。皆さんは本当にボランティアとして参加してくださっている方もいます。お孫さんに来てくださって、请问当时为什么要来读研究所，尤其看到大家都是有一点点那个
皆さんそれぞれにこの大学に進学した理由があるんですか？分かち合ってくださる方、はい、私は林碧元と申します。私がこの研究所で大学院で学びたいと思ったのは、ボランティアの朝の会というのがあるんですが、そちらで、林先生のお話をお聞きしました。その時林先生がこの大学院の入学案内をしていらっしゃったんですが、 その時に大変興味を持って、入学を申請しました。先輩は私は、まあ、これ以上、老化が進まないように、まあ、アルツハイマー防止という、ために自分自身の脳を鍛えようと思って、大学院に進学を決めました。はい、私はリン・メリーと申します。私も、いとくママをして学生をサポートしていました。はい、まあ、若い人に負けないように若い人の考えについていくためにも私は、年を取っても学びたいと思ったんです。はい、ボランティアと学生という2つの、顔、私は、2020年、チントがコロナの真っ只中に入学が決まったんですが、まあ、宗教という世界は自分が勉強するなどと思っていなかった。本当に送られた、シチェに感謝しています。私は結婚して、就職してから結婚し、子育てに追われて、そのまま自分の好きな読書などをする時間が持てませんですが、いとくママの会議、その募集、生徒募集の案内を聞いて、すぐに入学を申請しました。私がこのように、今も元気でいるのはこの大学院に進むことができて、たくさんの、情熱を持った同級生に会うことができたからです。このような縁をいただいて、そして今日は高雲の会場にも来ることができました。本当に感謝しています。あ、こんにちは。昨年の 6月に、法華経の授業もあるということで、まあ、あまり深く考えずに私はすぐに申し込みました。土でボランティアをしている人は本当にみんなここに来て学ぶといいと思います。では、まあ、1年入って1年2年3年、まあ、私は、5年目なんですが、まあ、そのここでの学生生活でどんな収穫があったかどうぞ紹介してください。私も5年目を迎えますが、とても癒しを自分の癒していると感じています。
私今家族みんなでここに来て勉強したらしたいと考えている一人です。はい、ではもう一度リンさんに、はい、私も分かち合いをしたいのですが、この、一番素晴らしいと思ったのはこの大学院の院長でありますリン先生にお会いできたことです。本当に優しい先生で、私は77歳で修士論文の高等試験を受けました。本当に、いつもの自分の言葉とは違う、学術的な言葉という表現をしながら、字で自分の考えていることを、自分が知識をもう一度論文として書くということで、本当に論文を書く材料はたくさんあると感じました。そしてこんな先輩や後輩に恵まれて、本当にたくさんの方に背中を押して祝福してもらいました。はい、私の思う一番の昇格は、私の心が若返ったということです。もちろん宗教の知識を深めることができたこともあります。特に土の修文学ぶことができました。どうぞ皆さんもこの雰囲気を味わってください。私と申しますか、本当にたくさんの国旗を持っている方がいらっしゃるので、なんだか国連の会議にですね、出席しているような気持ちもします。一貫道を信仰している方もいるんですよ。本当に自分の信仰を持ちながら、さまざまな宗教の方と交流を持つことができます。本当に実践と癒し、宗教という3つの面から学習ができます。本当に私もここで勉強することができて、背中を押してくれた家族に感謝をしていますし、ここで私を支えてくれている、一緒に、活動してくれている学生に、クラスメートに感謝しています。美しい山並みを見て、そこにかかる雲を見て、たくさんの木を見ながら、大自然の中でその恩恵を受け取っています。はい、出身は世界のどこであろうと、私たちではみんな同じ学生です。はい、にはですね、エリン・メイランさん、後で今日の教会で分かち合いしてくださる方、私たちみんな寮に住んでいますが、寮の、ルームメイトでもあります。はい、私もメリスチの隣に住んでいるんですが、本当に毎日が喜びに満ちています。私たちのこのクラスメート、みんな一度社会に出ていろんな経験を積み、そしてボランティアをしながら、そして自分の意思でもう一度勉強しようと決めてみんなです。本当に素晴らしい人たちと触れ合うことができて、幸せな学生生活を送っています。この方はですね、教授でいらっしゃいますし、で教授を退職してから、もちろん博士号を持っていらっしゃるんですが、そういう方もここで学生になって私たちのクラスメートです。
ありがとうございます。私も、いとくパパとして学生サポートをしていました。そしてここで大学学生になってから本当にもう一つの喜び、学生という喜びを感じることができます。私75歳なんですが、まあ、ここに来るとですね、まだ青春真っただ中にいるような気がしています。自分の友達に、まあ、学生の友達ではなくて自分の友達に何日か前に会いましたが、何だか若返ったようだねと褒めの言葉をいただきました。そしてボランティアの活動に行っても本当に、自分自身に、熱意を持ち、活気があふれているような気がします。このようなカレンという大自然の恵まれた環境にいて、ここで、本当に幸せな学生生活を送っていますよ。このお姉ちゃん、この方はですね、林先生の娘さんでいらっしゃいます。然后我们见证之下慢慢成长的，对不对？对哈。然后新会啊，常常跟我们所上的同学啊，都变成キャンパスという環境の中で、はい、たくさんの方に囲まれながら、新会你叫我姐姐就好了。然后つくづくと育っていらっしゃるのがわかると思います。そうですね。と聞きましたら、そうですと答えていらっしゃいます。所以新会你将来长大要做什么？大きくなったら何になりますか？この大学院に進みたいですか？はいと、はいと答えてくれましたが、もっともっと、はい、この人は、あ、この子は息子さんでいらっしゃいますか？こんにちは。僕は今7歳です。小学校1年生に上がります。どうぞ皆さんもこの大学院に来て、ボランティアをしながら学生生活を送ってください。じゃあどうしてここに大学院に勉強するといいのですか？僕のお母さんも、ボランティアをしながら学生をしています皆さん、お母さんは お母さんはボランティアをするだけでなく学生になってから変わったことがありますか？お母さんは今まで、法華経を読んだことはなかったんですが、この大学に入って、法華経を読んでとても、変わりました。自分も、将来は、と考えているそうです。皆さん、学生の皆さんは本当にいろいろな顔を持っていらっしゃいます。宗教や自分の活動、そういうものを分かち合いながら、このお互いに切磋琢磨しながら励まし合い、まるで家族のように寮生活を送り、仏教の経典もいろいろな理解を深めています。の学生の皆さんにいろいろと紹介していただいて本当にありがとうございました。これが募集要項になりますか？入学の申請はですね、この QR コードの方で紹介していますが、宗教学科、そして土井学科で、募集人数が、5名と6名になっています。こちらは、
クラスということであるんですが、これは土地大学のボランティア、研修中というのがあります。大学に進学する前の単位が認められる、クラスなんですが、そちらでも生徒募集中ですので、皆さんの、両親、良い心、そうですね、心に愛のある方、一緒に勉強し、一緒に活動に参加し、実践しながら仏教というものが何を目指し、何を考えているのか。理解を深めてまいりましょう。知道吗？不论易或难，都是正道。好，可以转易为难，转难为易，都可以哦，相通的。好，好，最后让我们一起来。何かの国境を持っているわけでもありません。右手を上げて、左手を上げて人文を学び、私たち両手を上げて皆さんの入学申請をお待ちしています。还有什么样的好处？那如何能够共创难易？麦克风。两个班级都是一样，九月份开学，土地組と宗教組と何か違うかというのは、単位などは同じです。包括像法华经，好，啊，包括像人间佛教、成佛之道，两边都会开，但是。両方のクラスで、法華経経典を学ぶことができます。その中で先生によってですね、レポートが多いところもあります。そういう文章を書くということも、スキルの訓練の一つですので、同学们写的论文呈给上人，等于有一个作品，一个研究的成果。私たちの作品というのは、レポートであり、論文ですので、そういうものを、見てもらうことができます。他にも、心理的な、心理学的な、癒しの、授業も受けることができます。授業が多いということは、皆さんにとってストレスかもしれませんが、私の一番の目標である、論文を仕上げるということに、つながっていくと考えています。どうも、所長ありがとうございました。好，所以最后让我们再来一次，好不好？让我们一起来。では、皆さん最後に右手を上げて宗教を学び、左手を上げて人文を磨き、両手を上げてどうぞ大学院への入学申請をしてみましょう。これで私たちの紹介を終わります。はい、今画面で学生募集要項を映しておりますので、もし気分が向いた方、本当に感動を受け取ってくださった方、この QR コードから募集要項をご覧になってください。本当にありがとうございます。こんなにたくさんの方に来てもらえるとは思っていませんでした。はい、どうもありがとうございました。本当に林所長一家で参加していただいて本当に感激でした。
因为突然有插入的，然后我们没有做到他的名字，然后对不上来，就说哇，这个人是谁？私たち先ほど、所以如果说我们一人一人のお名前をですね。なかなか、画面でご紹介することはできなかったかもしれませんが、申し訳ありませんでした。ボランティアの皆さんがこんなにたくさんお話ししていただきて本当に感激しています。こういうこともなかなかない機会だと思っています。先ほどもご紹介しましたが、ボランティアの方でも、社会人の方でも、国籍、宗教、そのような、入学資格は一切ありませんので、どうぞ、ここで勉強したい、学術的な宗教というものを、宗教学というものを勉強したい方、どうぞ、入学申請をしてみてください。皆さん、この、小菩薩さんですね、この2人のお子さん、松地大学の幼稚園を卒業して、辻小学校に入学してくださるんですか？讲一点，讲多少都算是，你就是你怎么毕业典礼的致答词？还记得你毕业典礼的时候？幼稚園のですね。幼稚園の卒業卒園式で挨拶をしたということで、その時の挨拶を覚えていますかと言って、本当は先ほどはですね、もう一度話せますと言ってたんです。今ちょっと分かりたいです。ちょっと私は小学校の先生なんですが、別にあなたをテストしてるわけじゃないんですよ。リラックスしてできるかな。今お経をですね読んでいます。小学生、小学校に上がってない子ですか？今思い出して、法華経の、度胸を露唱してくださっています。本当に素晴らしいお子さんですね。まあ、昨日初めてお会いしたんですか？お会いしたら、はじめましてと言われてしまいました。お姉ちゃんの、林先生の娘さんですね。今日は別に、参加してくださったので、このお二人の可愛いお子さんにアメリカの土地学校で配布しているこのスープをプレゼントしたいと思います。はい、実際にこういう子ども、子どもたちが宗教を学びながら社会でそれを実践していくことを期待したいと思っています。はい、コメントもたくさん届いています。本当にこのようなお子さんがいらっしゃるというのは幸せなことだというふうに見ました。中国の山東省医会のワン主席からも感想が届いています。大自然というのは退屈なではなくて、私たちに何か啓示を与えているものだと思います。土の物語、たくさんの
善と愛に満ちた物語、それが、こういう学生の皆さんを待っているんだということが分かってきました。勉強を続けるということが自分を発見することになり、老师只是用比较简单的一个话，那没关系。我们王慧非常的用心哦。到目前为止，他几乎この王さんという方ですね。本当に毎週必ず見てくださって、オンラインで見てくださって、ライブを見てくださって、その感想文を必ず寄せてくださっています。学習できるという勉強できるというそういうことを喜びに感じている皆さんを見て本当に感激しました。この林所長に、以前も、こういう機会があったんですが、生徒募集の話をこの、高尾オンライン勉強会で見て知ったという方、そして申し込みを、入学申請をしたという方、たくさんいらっしゃるそうです。皆さんの、学生の皆さんからそれぞれ直接話を聞くことができて大変ためになりました。皆さんが本当に若々しくて、声もはきはきとしていて私がとても分かりやすかったです。本当に一つの本当に、先生も、皆さん方の笑顔が本当に印象に残りました。はい、こういう仏教の道が一つの学術としてつながっていくことはとても有意義だと考えています。はい、この大学に進むには真的一行到了开心，那虽然是不用写论文，也会跟所长他们在一起形成一个大家庭。总之，我们热烈的掌声感恩。这边等一下，等一下。加拿大说，论文書かなくていい、で単位を取るだけということもできますので、大学卒業以上の学歴があれば、これ、この入学申請ができます。それ以外の入学資格というのはありませんので、はい、どうぞ、参考にしてみてください。本当に羨ましいと思います。今日来てくださった宗教